い、どうもパジャマ YouTuber チャンネルリンボーです。今日はちょっといつもよりメイク薄めなんですけども、眉毛とアイラインと涙袋と口紅だけです。もうファンデーションも一切使ってないです。なんでかっていうと、なんかストレスで顔にじんましんがブツブツブツってきてめっちゃ痒かったので、ちょっとメイクやめとこうかなと思って、あんまり支障がないところだけちょっとメイクしました。はいはい。で、今日はですね、グレイルさんっていたところのお洋服をまあ紹介してほしいっていうね、案件をいただきました。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。はい、では今から紹介していきます。レディゴー。はい、ではこちら1番目が、上のトップスがグレイルさんのお洋服でございます。あのアクセサリーとかよくわからないんですけども、あのパールっていうのかな、このネックレスをはい付けさせていただきました。この黒いスカートはマーキュリーデュオっていうところですね。ちょっとお値段するんですけど、でも本当に可愛いです。このグレイルさんのお洋服なんですけども、なんか袖の方がポコンってなってて、手首の方がキュッて締まってるんですよね。めっちゃ可愛いなと思います。あとは首の方がしっかり開いてるので、あのデコルテが綺麗に見えるかなと思います。はい、ちょっと遊んじゃいました。はい、次行きましょう。2番目はこちらです。あ、ちょっとあんまパンツのラインがすげー、はい、大変失礼いたしました。あのラインがすごい出たので、なんか見せパンみたいなやつあるじゃないですか、あれを着たらちょっとマシになりました。はい、このグレイルさんのお洋服なんですけども、実際着られてたモデルさんが田中みな実ちゃんが着てたんですよ。もう私田中みな実ちゃんめちゃめちゃ大好きで、もうこれ見て買っちゃいました。はい、なんかもうちょっと髪の毛長くなってきたらめっちゃ似合うのかなって自分では思ってます。はい、では次行きましょう。そしてこちら3番目がですね、タートルネックっていうんですかね、こちらの洋服がグレイルさんです。はい、でこちらの青いスカートが、プリーツって言って、まあ、島村さんで買ったんですけども、結構お高い値段に見えませんか？めちゃめちゃおすすめです。このチャックいっぱいあるんですけども、開けたらまあポケットかなと思ったら全然違くて、ただの飾りだったので普通に遊んじゃいました。はい、では次行きましょう。4番目のお洋服がこちらですね、グレイルさんの洋服、一番上のトップスですね。この V ネックっていうんですかね、すごいデコルテこちらも綺麗に見えるので、なんかいいなって思いました。ネックレスもちょっと大きめのをつけてみましたね。はい、でレースめっちゃヒラヒラで可愛いなって、形変わってますよね。うん、結構生地はしっかりしてました。はいはい、で花柄のスカートはアップワイザーリッシュっていうところで買いました。ちょっとお値段しますね。はい、次行きましょう。はい、お次は全身グレイルさんのお洋服でございます。このねグリーンのコートすごい可愛いなと思って、スカートも結構案外短いのかなと思ったら、まあまあいい感じの長さでしたね。はいはい、緑のコート可愛い、もうこれお気に入りですね。どんな服でも結構合いそうな気がして、うん、はい、よき子よき子。なんか思ったんですけど、タートルじゃなくてもあのね、デコルテ見えるような服でももしかしたら似合うのかなって、私的には今ね、編集しながら思いました。はい。長さ的には、ま、これぐらいですね。はい。ってことで次行きましょう。とゼラピケさん登場。こちら、半袖のパジャマですね。可愛いからおすすめです。皆さんご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？グレイルすっごい安くて、でもいろんな種類があるので、本当におすすめです。はい。あと、めっちゃ安いので、なんか自分の似合う服の色ってよくわかってないんですよね。だから、安いんだったら、まあ、いろんなパターンの種類を買ってみて、で、自分に合う色っていうのを多分、着てみないとわからないので、損はないかなって思います。はい。寒い。これは夏用にね、あのパジャマとしてすごいおすすめです。はい。6枚無料でプレゼントいただいたんですよ。わーお。グレイルさん、本当にありがとうございます。もうこのまま寝たい。
夜にライブしますので、よければ皆さん見に来てください。はい、お待ちしております。 YouTube チャンネルリンボーパジャマ YouTuber で登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォローお待ちしております。はい、以上、リンボーでした。またねー。